こんばんは。こんばんは。緊張？何の緊張？トレード？緊急なのに。疲れー。ギフちゃんラジオ良かったです。面白かった。いるなすぎる。ギフトありがとう。全然通知できなかったんだけど今日ありがとうございました。あ、そうです、みかん膳、みかんの剥き方出ます。みかんの剥き方出ます。みんな来てね。ありがとうございます。当たればね。その通り。ラジオ聞きました。ギフト、ギフト予定出てないっけ。昔海外のねえ、びっくりした。そう、バレーリベロでした。今はもうしてないです。応募しました。当たりますよね。歌唱力海外のグループもね、でもドキドキしてよね。あ、どうもありがとう。あ、どうもありがとう。そう、でもさ、決勝に2人出てくるってことでしょ。青春ガールズコアめっちゃいいね。海外のチームの方が2人出てくるってことですよね、決勝には。な、どのぐらい出るんですかね。久しぶり。こんばんは。入ってないよ。全然入ってない。はじめのファンの方見えます。ギフト来週はいないんじゃないか。ありがとう。あれ、なんか出てないっけ。来週いるのかな、わかんない。そう、何もしてない今日。こんばんは。そう、もうね、あの、うん、もうね、メイクしてない今日。やばい、眠くて。でもどうせなんか練習して帰るだけだしとか思って。早かったよ。マジ眠かった。なんでこんなに眠いんだろうってくらい眠いです。最近ずっと眠い。元気なのに。偉いよね本当に。みんなに質問。これは何茶でしょう。白い T シャツね。それはそう、髪伸びた、切らないと。もうね、え、取れてないよ。違う、もうね、だってこの間までインナー履いてたところが茶色かったんだよ。でさ、もうだってここまでだからさ、ここ切っちゃえばさ大丈夫。緑茶じゃない。
カルチェンネ、そう自主練。え、緑茶に見えるんだこれ。確かに見える。初トーク素敵。完全に黒くなった。そう、あ、髪の毛がね。こんばんは。やばい、首がかゆすぎ。イメトレまだ違う。こんばんは。アーカイブ、はい、違います。こんばんは。うわ、正解、玄米茶。なんか久しぶりに見て買ったんですよ、コンビニで。セブンで久しぶりに玄米茶見て、今日だけで、これ今日だけでとか言っても、まあそこまで2本目です。もう朝買って夜買って、玄米茶大好き、美味しい。うん、うん、おーよ、茶の玄米茶。もう来た、早っ。これ切り方雑すぎて何も見えない。撮ったのに見せるっていう切り方雑だよね。何事、そう外した意味だしさ、あの、そう引きちぎったんだよ。でも分かる、おせんべいの味する、おいしい。分かる、お茶漬け好きなんだよね。あのね、セブンのね、なんか酒茶漬けみたいなの売ってるんだよ。焼きおにぎりが入った酒茶漬けみたいな、あれめっちゃおいしいよ。あの、あれもおいしい、サムゲタン。何、サムゲタンだったっけ、何だった、違うな、何だったっけな。いや、サムゲタンだ。あとあれも美味しい、お味噌汁も美味しい。でっかいお味噌汁、あの普通に温めるやつね、あのお湯入れるやつじゃなくて、ご飯系のでね、美味しい。ミシン味噌って、そう、え、なんかミシン目から切ろうとするんだけど、ほら見て、ミシン目から切ろうとした跡はあるじゃん。なのにこっちに反れてったんですよ。ノンカフェインの麦茶、へえ。赤ラベルのほうじ茶、わかる、ほうじ茶もよく飲む。そう、白いカップね、そう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 、あれ美味しい。あとポトフも美味しい。おしまし、OK です。そう、斜めにやることある。あと何が美味しい、セブンは。私よく千切りキャベツ食べる。花はそうなんだよ、 A 型なんだけど、 A 型っぽくないんだよね全然。なんか別にめっちゃ嫌い好きみたいなこともないし、なんかそうなんだよね。ありがとう。だからママにも絶対 A 型じゃないって言われたけど、 A 型なんだよ。ほら、ありがとう。でもなんかさ、そういうのって全然関係ないんでしょ。なんか血液型と性格ってあんまり関係ないみたいな。サムゲタン美味しいよね。アサヒの、そう、あ、そう、大型入ってる。
あ、タカとブロッコリーのベジサタめっちゃ美味しい。え、変なとこにこだわる。あ、そう、なんかあのドアがちょっと開いてるとかカーテンちょっと開いてるとか、そういうのはちょっと好きじゃないんだけど、ヒテのリトル麦茶が好き。美味しいんだ。清楚系派。あ、本当？こんばんは、ありがとう。ソフトクリーム関係ある？なんかそういうのあんまり関係ないみたいな、なんか聞いたんだけどな。ありがとうね、ペンライト。ビー入ってないよ。A と O です。 B 入ってたら AB だよね。もうてかいつのペットボトル買ったりしない、買わないかも。こんばんは、でもゲッターズ飯田さんの本によると、私はなんだったんだっけな、忘れたな。あ、そう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 、温厚で平和主義なのべ。大っぽいと思ったことある？栄養、本当なんていうんだっけ、なんか血液型でさ、なんか例えばあの AA と AO が結婚したら、なんかそういうパターンがあるんだよね。 AO 型みたいな、なんか AA 型 OA 型とかある。で B が混ざるともう AB 型、B は多分純正の B しかないみたいな感じじゃなかった？違ったっけ？なんか AB 型の親は O のことは絶対ないみたいな、なんかそういう感じじゃなかった？ BO もあるんだ。なんか表みたいなの中学かなんかで見た気がする。BO もあるんだ。 A 要素はありません。 AO、BO、AA、DD 型違うしそれ血液型じゃない、血液のせいにしちゃダメですよ。OA はないのか、じゃあ。いや、あるな、あるあるある。AB プラス O の A 型。じゃあさ、 A 型と O 型の子供の O 型は楽しみに AO の A、 あ、一緒、じゃあ一緒だ。 O はどっちでもくっつく。弟が O だよ。私の家族は男性が O 型で女性が A 型です。だからお父さんと弟は O 型、花と妹とママは A 型、分かれてます。だからなんか最初あれかと思ってた、女は A 型が多いのかなとか思ってた。おお、AOO なんだ。102日、イエーイ。そう、パパは O 型だから、パパの方のおばあちゃんとかめっちゃ O 型。え、パパの方のおばあちゃん何型なんだ？ O 型か、 O 型な感じするめっちゃ。A型多い、わかんない。キュンキュンラブリー、初音もありがとう。でも、ね、自分でもね、
A 型っぽいって思うところもあるし、 O 型っぽいって思うところもある。100人以上ありがとう。女性かも。 AB じゃない、あ B だった。 B と O だったら、へえ、うん、え、なんかさ、女の子の子供は母方の血液型になりやすいとかある？もしかしてないか。大型の人足のサイズ大きいの？そうなんだ。私も結構足でかいんだよ。 A 型なんだけど。みんなも一つずつもらうので、あお、そんなことはないか。こんばんは。大型だけ、あ、そういうこと？あるのかな。ね、聞いてくださいよ。全然関係ない話、泣いてないです。あくびです。ただ。全然関係ない話なんだけどさ、花さ、お風呂出た後なんか鼻がマジで、これ本当鼻が光るのね。なんかホワイトボード待って、ありがとう。なんかね、ずっとね、不思議なの。歩くアギスタ、ありがとうございます。なんか別になんか触った感じめっちゃサラサラしてんのね。でめっちゃ光ってんの、鼻だけ。鼻がめっちゃ光るの。光るっていうか、なんかその光をめちゃめちゃ反射するのね。めっちゃ光るの。なんか今も多少光ってんだけどさ、なんか別に、あ、でも今はまだマシかな。なんかお風呂上がりがめっちゃやばくて、鼻の光り方が。ちょマジで鼻が光るの。本当に鼻が光っててさ、本当になんかめっちゃ悩んでて、なんかそれで最近なんかビニール肌っていうのを知って、なんかいろんな化粧水とか、そういう美容系のやつを試しすぎると、なんか肌が危険な状態になってビニールみたいな肌になるみたいなことを見たことがあったから、それなのかなって思ってさ、マジで怖いんだよね。本当に鼻が光るの。違う、鼻に注目しようってことじゃない。本当にね、今は全然光ってないんだけどね、本当に鼻が光るんです。ビニールみたい、なんかよくわかんないんだけど突っ張ってるみたいな。でも突っ張ってないんだけど、そう、なんかね、なんか多分調べたら出てくるんだよ、ビニール肌って。でもなんか写真で見る感じとはちょっと違うんだって。いろいろ試してるよ、試してるけど、でも今は落ち着いてるから最近は試してないかも。鼻かゆって言いますよ。こんばんは。マジで鼻がテカってんのね。昨日の夜やばくて、なんかまじまじ見たらマジでテカっててびっくりした。しかもここだけ、この鼻、あ、ここからここまで全体的にめっちゃ光るから、何事とか思って。そうなんだよ、鼻が光ってて、マジでえってなっちゃうんだよ。ね、これってクマ？やだ。やばい顔。これで目頭こうやってやるだけでさ、顔変わるんだね。
ありがとう。あ、そう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 、薄くな、そう、それそれそれ、今日もありがとう。そう、もっと、いつもね、あの塗ってないハイライトだから、初見ありがとうございます。シャドウもなんか変になっちゃうから出てない、ノーズシャドウみたいな。寝不足じゃないよ全然。そういうことかな、染めすぎて痛むみたいなことかな。え、めっちゃやだこれ。なんか待って、今日めちゃく、え、なんかさ見えるくない、やなんだけど、隠しとこう。変なの、クマさん部屋してしまえばクマが目立たなくなる、そういうこと。降り始めた細い雨が金色の蝶々の朝より、母親がそれが私の初恋、マジブセスタ二つ目の路地。わかんない、鼻が綺麗になってるのかな。声もかけられないまま下を向いたら、アジサイを咲いていな、ちゃんと。そんなに夜更かししてる人が多いんですか。ね、わかんない、私の寝てるの基準は結構もう5時間寝れば寝てるっていう風だから、そんななんかわかんない、夜更かしの基準がわからないけど。え、ゆうにゃんとかきれん寝てないの。デモデモするなら誰とくの、デモデモ。わかんないな。朝5時にショールーム始まる、すごいね。え、5時まで起きてるの本当に。さやちゃん、すごいな、よう起きとれるな。無理やな、それは。眠くて眠くてって感じですね、体壊しちゃうよね、中学生ね。毎朝やってるよね、こんばんは。あ、最新ぐらい寝てるの、こんばんは。みかんの味方、あ、ありがとうございます。応募してくださいみんな、こんばんは。てかさ、徹夜と同じくらい、え、そうなの、やばいじゃん。じゃあもうちょっと寝なきゃいけない。ちょっと朝方通知来る。え、ね、私もね、あのフォローしてるからね、通知来るんだよね。さやちゃん、つわものなんですか。ハンドル見てるか、男性。あ、そうなんだ、今日ありがとう。でも私も最近あの韓国ドラマ見てます。ペントハウス、ペントハウスシーズン3まであるんですけど、シーズン3に突入しました。悪い傾向なの、夜明け前が。へえ、わかんない。でもさ、まだ花大学生だから、そういう生活にならないだけかも。朝5時に配信できない、私ができない。早い、土日12時間。虫が飛んでる。12時間睡眠ってどうやってするの。ああ、なん、まあ、確かに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 な。え、でも
夜遅くまで起きるっていうのができないからさ、なんかさ遅くまで起きてれば起きてるほど長い時間寝ちゃうんだよ。わかるでしょ気持ち。お、食べてがいっぱい。そういうこと若いからできるの？なんか例えばまあだからお泊まりとかした時にさ3時とか4時まで起きちゃうじゃん。だけどその後って絶対になんか1時くらいまで寝てる。ニコ泣きしまった？じゃあ逆転しちゃう。本当？そこまではないな。寝るのが遅いか。え、そう、位置が反動が来るの。そう。なんか負担がかかってるから余計眠くなる。え、起きない。そう、起きたら、え、本当に。夜更かしするの？私朝方でも夜方でもないな。あ、長く寝、あ、でも花のおばあちゃんも長く寝れないから朝早く起きちゃうからゴミ拾いって言ってたよ。4時くらいに起きちゃうから学生たちやけ。なるほどね。そこまでできないんだよな。24時間でも寝れる。私24時間はさすがに無理だけど、ちょっと休憩してたらいけるよ。まあ本当。こんにちは。23歳になると何時終日。なるほどね。なあ、でも大体1時くらいに寝るかな花。大体1時。1時ならまだ早いよね普通に。頭だけが覚醒。そうなの。こんにちは。こんにちは。なん1時は早いよね。ほらありがとうございます。そう1時くらい寝て6時とか5時半とか。最近メイクしてないからギリギリを覚めてます。4時5時にしか寝れ。嘘やん。しかさんは大体3時間にする。へえ。で2時には寝る。え、そう、私もそんな感じ大体。そう5時間睡眠。うん、だから電車の中とかでもすごい寝ちゃうとか休み時間とかも結構寝ちゃうから。嫌な生活だの。ああ、まあそうだよね。そうだね。そんなめちゃめちゃは寝てないけど電車の中全部寝てるよ。これ入る2時間。マジ寝るとき、はい。え、みんな寝不足だね。睡眠学習4時半に寝て7時半に起きる。やばい。3時間30分経過。あ、ありがとう。そう、え、電車とか学校寝れないの？え、それな、ジリナさん、それな思ったね。それな、びっくりなんだけど。ミカの味方ありがとう。私はどこでも寝れます。今日一日ゴロゴロしていいな。椅子で寝れないんだ。今日さ、こうやって伏せて寝てたの。そしたらなんかここの肘がめっちゃ痛くなっちゃって、なんかずっとこんな感じでした。7時間寝るようにしてるんだ。電車は睡眠たい。そうだよね。ショートスリーパー、こんばんは。4時間寝ればなんとかいける。え、ガチ。ギリギリ攻めちゃダメだよ。そこはあのいかに寝れるかを攻めなきゃいけないよ。授業中寝てることないに決まってんじゃん。何に決まってんじゃん。お疲れ様です。何に決まってんじゃんそんな。うん、全然お風呂上がりじゃないよ。
現役復帰やばいよね。毎日覚えたら、ハンちゃん通訳通訳ですか？勉強しとかなきゃ。ディズニーライブ行ったら、え？いや寝てないに決まってるじゃないですか。でもこれだけは言えるよ、あの中国語は寝てない。一回も寝たことがないです。人生授業終わってるとか、いやいやそんなことはない。見開いたってこと、どういうこと？寝ちゃうのしか、いや寝てないから寝てないから。でも今日何があったんだ私。あ、今日寝てない、今日寝てないっていうか、そう、中国語ね全員回して読むんだよね、一個ずつ。次の講義始まってたことやばい。嘘発見器ダメですよ、そういうのはね良くないですよ。みんなで麻雀してました。大学は寝るところじゃないです、勉強です。明日何だったか忘れたけどさ、なんだかちょっとって感じ。ニハオ大愛にずっと寝てたと書くと、やば、小学校とか寝たことないわ。中学校も寝たことない。高校もないな。いや、わかる、正直将棋めっちゃ熱い。中国語教えてほしい。中国語ね、読み方よくわかんない。高校まではね絶対に寝たことがなかったんだけどね。サイチェン氏、サイチェン、何、こんばんは。なんか大学自由だよね。なんか寝てないよ、別に寝てないよ、けど結構寝てる子は多いよね、やっぱり。その年々増えるよね。よし、ありがとう。なんだっけ、あるよ、ちょっと待って、正直将棋知ってる。寝たことしかないじゃないですよ。今日習った中国語はなんかバイトのことと天気のことです。今日はバイトの日ですか？今天是打工的日子吗？わかんないんだけど。明日バイトです。明天在し学食美味しいですよ。全然わかんない。どうしてあなたはバイトしてるんですか？ウェイシーンもにしんざいやおだごんな全然わかんないです、全然わかんない。何を言ってるのかわからない。待って、将来の夢は何ですか？シャンライダモンシャンシシモ。アホイちゃん？何これ、本当に。あなたは何回ワクチンを打ちましたか？にだらじついしゃゆいファンジェン。やだ、これやばい、本当に。私は3回打ちました。ボダラ三つ。うわ、これいいですね。これこの間やったかな。得意料理は何ですか？
シャンジャンダリャオリシシモ。そう、時事ネタよくわかんない。なんで中国語がいいと教えてもらったから。そう、学生挨拶本当に結構ね、挨拶できた？やさやくないよ。本当もう絶対使わない。もうふりがな読んでる。そう、ふりがな読んでる。なんか中国語の先生だ、中国人の先生だから、なんだっけ、パソコンとかでうち出てきた振り仮名を振ってくれてるんですよ。だから全然違うから、正直合ってるか分かんないです。抑揚つけてなんぼ。これだ、仕事に困る。確かに中国語読めないです。4000年のレシピ。ん、韓国ドラマを字幕で見てるから韓国語の方がわかるかもしれないよ。大学に行ってるメンバー、はなちゃんだけ。ううん、はなちゃんだけじゃないよ。発音が難しい。ありがとう。リスニングぐらいできるようになる。何かわかるかな。何がわかるかな。おんま、あっぱ。ドラムちょっと覚えたんだ。おい、なんだったかな、なんかさ、孫ペン人みたいな、先生みたいな。孫ペン人みたいな言ってない。四五二、なんだ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 、何も分かんないんだけど。国営放送の真似。永遠に。ああ、なるほどね。来た？パンにハム挟ん。ああ、すごい。なんだ、韓国かと思った。こんばんは。吸って吐くのが深呼吸、吸って吐くのが深呼吸。あ、なるほどね。待って、全然読めない。なになになに、なんだっけ。前習え。ふん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 。前習え。ふん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 。前習え。ふんふんふん。前習え。さらわれよ。す。てってれ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 ん。てんてれんてれんてれん。シエル君最後にデカさんと話せたと思う。
カットされるね。一歩進んで前のない。一歩進んでペコリン。ミガの味方もありがとうございます。ピタゴラスイッチ。あれもあったね。カラスは考える。カラスは考える。ラジオね。あとは何があったかな。あんま覚えてないけど。子供の頃見てたもの何かあったかな。あ、私ね、歌のお姉さんになりたかった時あったんだよね。普通になりたかった時あった。ストレッチマン知ってる？めっちゃいい。オーマイガー。歌のお姉さんなりたかった時あったけど、でもなんか普通になんか結構みんなっていうか、そういう系になる人がなんか音大卒とか そっち系の人が多かったから、あ、音大ってなんか現実的じゃないなって思ってやめた。クックルン、あ、クックルンね、めっちゃあったよね。そうなんだよ。そうだって、なんかさ、劇団四季とかさ、そういうのじゃん。え、宝塚か、もっとなんとかって、はいだしょうこさんとかそうじゃない？だってだからさ、マジそういうところ行ってないとダメだし、そう、なんかでもめっちゃなりたかった。でもなんか旅行海外とか行ったらいけないらしいし、車も持ったらいけないみたいな、そういうルールとかあるらしいよ。よく見に行ってたの。何何問題行ってみたいなって。謎、なんか事故したりしたらダメだからみたいな、そういうのあるらしいよ。スケジュールが本当ありがとうね。そうそう、車とか乗ったらダメだったって言ってて、あの車の鍵、あ、そうね、面白いよね、運転禁止ルールみたいなもんとか。そう、本当になんか子供と会った時のことを考えたルールとか、そういうのがあった気がする。なんかテレビとかでよく話してたね。でも確かにさ、こうなんか毎日さ生放送で出るわけじゃんか。だからそりゃ事故ったらダメだよねって思っちゃうけど、そりゃ確かにさ、急に出れなくなって代役探すとかも難しいからさ。うん、そうそうそう。しかもファン層が子供とかさ、あのお母さんとか、え、生放送じゃないのあれ。そうそうそう、代わりがいないから、めっちゃ大事にされるんだよ。生放送じゃないのかなあれ、収録なのか。そうだから多分子供の夢を壊しちゃダメだからじゃない、収録なんだ。私生放送だと思ってた、あれずっと。みんな元気？はあ、急、そうイメージ大事。お姉さんもお兄さんも元気元気。どんな色が好き？ピンク。ピンク色が好き。
ュースになるね、ちょっとね。え、子供、え、幼稚園とか以前の子だと思ってた。あ、うるみちお兄さん見てたよ。あ、でもそれはいないいないばあか。いないいないばあはめっちゃ赤ちゃんみたいな子が出てくるよね。なんか赤ん坊が出てくる。ハイハイしてる。あ、虹が空にかかって、君も気分を晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。めっちゃ見てたな、お母さんと一緒。何歳も、でも花妹がさ、まだ小学生とかだから、普通に多分他の国見てたんじゃない。結構ニコニコプーン、なんだ、私はね、最初は何だったかな、スプーとかグーチョコランタン、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 なんかそう、それ私幼稚園とか子供の頃はそれ、グーチョコランタンです。グーチョコランタンってやつ、なんか劇の DVD も持ってる。ワクワクさんは私あんまりね記憶ないんだけど、でもなんかママはよく見てたって言ってたから。保育士もね、そう、保育士になりたかった。あの中学校の頃の職場体験は保育園行きましたね。ジャジャマ、なんだそれは、見てた、結構長い期間ね、グーチョコランタンね。なんかでもその職場体験でちょっと私は無理だなって思ってやめた。なんか子供は、妹とかは可愛いし見てるのは可愛いけど、やっぱりなんか教師っていうか先生ってなると変わるんだなってなった。クインテッド、なんだそれ、待って、海外のやつ、ボンボン、ウータン、お花組だよ。なんか大変だなって思った。なんかあのお昼寝の時間みたいなのがあって、それで全然寝てくれなくて、マレーシアってこと？ NHK はマレーシア流れるから、夕方クインテッド、へえ、全然知らなかった、知らない、それそう難しいなって。そうハービーさん、へえ、そう、なんか現実を感じて、なんかあちょっとおーってなって。やめたっていうか、ちょっときついなって思って。のっぽさん、ゴンタくん、なんだそれ、あかんこちゃん、あ、どうもありがとう。げんこつ山のがんこちゃんみたいな、ねえ、大変な職業だよ、ならないよ、違うとかね、選んだけど、それも大変、まあそれも大変そう。大きいよ友達。すごいすごい、ちまち。ね、全然わかんないともある。がんこちゃん、そう、ピンクのやつ。
グラスホッパー、バッタ、バッタの歌、全然わからん。こんちゃんな、ハズもありがとう。今何分ですか。吉野家って仕事体験のことも、28分。あ、手紙届いた。帽子届きました。なんかいろいろ届いた。仕上げはお母さん。あと8分で1時間。あ、じゃあ1時間でやめましょう。うわ、本能寺の変とか懐かしい。ラッスンゴレライもあるんですね。あれもいいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。あけみちゃん、いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。ダメよ、ダメダメ。プレゼント、送ってくれたの？当たり前、当たり前、当たり前、当たり前体操。捕まったもん。じゃあ当たり前体操、当たり前体操やるってどういうこと？ピスタチオ、ドルルルルルルルトゥン。なんかそういうのじゃなかった？プルル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 ルトゥンみたいな。ドルルルルルトゥン。変な映画見たら、私見てないです。なんか最近全然映画見てないです。当たり前体操だった。ああね、白目できないですね。ドゥルルルルルン。白目しながら、あ、私寝るときは白目こういうときでこうやって白目できないんだけど、あ、寝てるとき白目ですよ。何の自白って感じですけど。あー、右肘左肘交互に見てて懐かしい。趣味できてた。そうなんだよ。あ、だからね、友達に寝てるとね、笑われるんだよね。送られてこないですよ、それは。レジないよ。白目もばめないですよ。
多分誰も撮らないですよ私の寝顔。全部寝てた。わかる、うちの犬も結構白目で寝る。マネージャーさんストップかかるかな。まあ普通に送んないですけどね。おいしょ。ね、通知行くし恥ずかしい。ああ確かに。返事なんで、なんでどういうこと、あ、NG？ NG？ 虫食べるとか。あでもまあ食べるけど、幕張ね一人部屋ですね。目を描いてくる、そういうこと。寝顔チェンジできないですよ。虫？え？お便り。お。バラありがとう。え、電車の中でも。なんか一回友達に言われたことがあるから怖いんですよね今。なんか寝る時電車の中で横にこうやってその壁みたいなのが一番端っこに座って、こうここら辺にこう寝るか、あの本当にびっくりなんですけど、なんかそうじゃない時は。頭を後ろにガンと打って寝てるんですよ。よだれ？大丈夫？それは盗撮です。事故の席、そうそうそう。電波悪いですか？お、戻った？お、ループ。何事？1時間経過？え、全然充電少なくないよ。止まってもなかったんだけどな。ゆひ。じゃあ、単純を見たいと思います。13位はピンクのメロンソーダのくまちゃん。ありがとう。12位はアマビエ。ありがとう。11位鎧を着た男性、ありがとう。10位黒猫、ありがとう。9位ケロッピ、ありがとう。8位パンダ、ありがとう。7位黒猫、ありがとう。6位カニサーさんのアバターの方、ありがとう。5位魔法少女、ありがとう。4位リラックマ、ありがとう。3位魔法違った魔法星人、ありがとう。2位テニスボール、ありがとう。1位クロミちゃん、ありがとう。ありがとうございました。初1位おめでとう。ありがとうございました。今日も配信それでは皆さん、また明日ですね。また明日、おやすみ。